ビルネス専門のアリサです。今日はですね、久しぶりにこちらのグリッドローラーを使って足のね、ももの後ろをほぐしていきたいと思います。前ね、こちらのインフォメーションから出てるね、ビデオでですね、足のね、太ももの前面、腰痛の人とかね、ここ硬くなっているので、ここをほぐしていったんですけど、今度は足の後ろをほぐしていきたいと思います。この時にお尻もほぐすって言ったんですけど、それはまた今度やりたいと思います。で、おすすめのね、このフォームローラーとか下のね、説明のところにリンク載せてありますので、よろしければぜひそちらもね、見てみてください。で、ももの後ろね、ハムストリングスって呼ばれるね、筋肉群なんですけれども、スキーとかスノーボードをやっていてもそうですし、例えばね、サッカーとかやってる人はこのね、ももの後ろ側の、どちらかというと内側の方がね、すごく硬くなったりするので、そういうところを少しほぐしていきたいと思います。じゃあ、ほぐしていきたい方の足をこの下に置いて、反対側の足はね、曲げて足を乗せて、で、筋肉をほぐすときに一番さ、筋肉が骨にくっついているところをね、ターゲットにしていくと結構いいので、ハムストリングスはこの一番座骨のところについているのが多いので、座骨をちょっと探してみて、そのね、下とかにこのフォームローラーを置いたらですね、そこで息を吸って、息を吐いて、少しずつね、少しずつ動かしながら、で、前のビデオの時にも言ったように、もしね、あ、ここ硬いなっていうところがあったらね、そこでちょっと止まって足を左右に動かしてあげる。徐々にね、こうやって転がして、また、あ、痛いなっていうところが見つかったら、そこで少しね、前後に動かしてあげたりとかね、いきなりグッとね、押すんじゃなくて、少しずつ少しずつ足をね、ほぐしていってあげる。私はね、時々ね、息を吸って吐く息でちょっとずつね、体を前に倒していって、このももの後ろの外側に来たかったらね、足を、小指側をね、ちょっと床の方に向けて、息を吸って吐いて、サッカー選手とかね、さっき言ったようにちょっと内側に来たい人はね、少しだけ内側を徐々にほぐしていってあげて、私マッサージをしているのでね、よくもこうやってね、体重をグッと足で支えるのでね、足の内側が本当に硬いんですね。もういいなと思ったら、一回ね、両方の足をちょっと開いてあげて、体をね、少し倒してみて、なんかね、左右の違いを感じてみて。じゃあ次、反対です。反対の足も同じように、やる方じゃない方を曲げて、やる方の太ももをね、フォームローラーの上に置いて、また同じようにね、座骨を探して、座骨のすぐ下、息を吸って、息を吐いて、硬いなぁと、あ、なんかここ痛いなぁと思うところがあったら、そこで大きく息を吸って、息を吐いて、足をね、左右にブラブラと動かしたりですね、ちょっとね、小刻みに動いたりして、太ももの内側に来たかったら、ちょっと内側をマッサージしていきます。息を吸って、息を吐いて、もし外側に来たかったら、膝を曲げて、お尻のね、外側を少しだけマッサージしていきます。もうね、ほんと自分のやりたいようにやればいいと思います。でもね、グイグイグイと押すんじゃなくて、少しずつ少しずつね、足を動かしていってあげる。ゆっくりと外して、じゃあもう一回ね、ちょっと左右を比べてみて、なんか最初よりもね、少し行きやすくなった気がするかな。以上がですね、ももの後ろをね、フォームローラーでね、ほぐしていくような
セルフマッサージでした。さっき最初に言ったようにスキー、スノーボード、サッカーね、サーフィンとかね、全部もうこの辺をねグッと収縮すると思うので、そこをねほぐしてあげるのはすごくいいと思いますし、あと私たちね椅子に座ってることが多いので、後ろのこの筋肉っていうのはね常に曲げられていて常に収縮しているのでね、短く硬くなっている場合が多いですね。だからこのフォームローラーを使って優しく優しくほぐしていきましょう。ヨガアプリね、たくさんの方にねダウンロードしていただいているんですけれども、まだの方、この下のね説明欄のところに、あの Android、iPhone、そして iPad からねダウンロードすることができますので、そちらもぜひダウンロードして、ヨガとかセルフマッサージとかね、自分のね体をケアする時間をね習慣にしていきましょう。じゃあね、次回も楽しみに。バイバイ。